名人は、川端康成の長編小説。1938年の6月26日から12月4日に、かけて打ち継がれた21世、本因坊秀才名人の引退後の感染期をもとに、小説の形にまとめたもので、川端文学の名作の一つとされている。秀才名人没後の、翌々年の1942年から本格的に、 書き出され、途中の中断を経て十数年がかりで完成となった。家元生最後の本因坊秀才の人生最後の勝負後の姿を見た、川端自身が感染記者からの視点で、腐敗の名人の破れる姿を、計算の念を持って描いた記録小説で、名人の生死をかけた、孤高の敗着に、古い日本への晩歌、芸術家の理想像を重ねた作品である。 女性を描くことが、ほとんどの川端作品の中では異色の作品である。川端康成は、1938年に、東京日日新聞に、本因坊名人引退五感選挙を連載した後、1940年1月の、本因坊名人指揮を受け、本因坊集裁名人を、雑誌、以後春秋8月号から10月号まで掲載した。しかしこれは、 川端の病により中断となった。川端は2年後の1942年から新たに作品を書き始め、終戦をまたいで書き継ぐが一旦中絶し、これに満足しなかった川端はこうを改めて1951年から1954年にかけて各雑誌に断続的に分裁した。その経過は以下のようになる。未装熟版この役も版の名人は、 1949年12月10日に細川書店より観光の哀愁に収録され、1950年5月に新潮社より観光の川端康成全集第10巻花のワルツに収録された。なお、未亡人は本因坊名人の未亡人の詩を書いた短編で観光時に取り入れてられていない。完成版翻訳版はエドワードサイデンステッカー役、ビンヘイさん分け、 フランス、セルビア、クロアチアなど世界各国で行われている。1940年1月18日朝、数え年67歳の第21世、秀才名人は、熱海の鱗や旅館で亡くなった。私はちょうどその日の前日に行われた、紅葉祭に出席するために、熱海を訪れており、秀才名人が亡くなる2日前には、名人と将棋をした。名人の不報を聞き、 駆けつけた私は、遺族の依頼により、名人の死に顔の写真を撮った。私は出来上がったその写真を眺めながら、一昨年1938年6月26日から12月4日にかけて、感染記者として秀才名人の引退後の勝負を見守った時のことを回想する。30年の上、苦労を持ったことがなかった、腐敗の名人であった、秀才名人が迎えた。 引退後は、封じ手という名人が、初めて経験する規則であった。すべて規則づくめ、芸道の雅懐も捨たれ、頂上への乗りやすも失われ、相互の人格も重もんじないかのような今日の合理主義に、名人は、生涯最後の後で苦しめられたと言えぬでもなかった。秀才名人は、途中、体調悪化で入院するなどから、大竹七段がこの後を放棄するとたびたび言い張ったりと、 いろんな紛糾が起き、中断の危機があったが、勝負は11月25日に再開された。12月1日の戦争のような、黒と白の勝負は、大竹七段が封じ手を戦術に使ったのか、卑怯で老烈なものだった。白との私には、白130の一手が、腐敗の名人の敗着であったとはまだわからなかったが、仲裁名人は私に、 大竹七段の黒百二十一手について、あんな手を打っておいて、二日の休みの間に、調べようというのですよ。じるいと吐き出した。しかし五番にまた向かった、秀才名人は、顔色や素振りには出さなかった。十二月四日の朝、坊主のように頭を買った、秀才名人は、終局の五番に向かった。全力を挙げて打った、腐敗の名人は、ついに引退後に敗れた。 翌々年1940年の正月7日に、私は秀才名人と号を打ったが、秀才名人は石をしっかり指につまめなくて、軽く落とすような石にさえ音がないようだった。そして16日の午後、熱海で再び、秀才名人と将棋の相手をしたが、その翌々日の18日の夜明け前に、秀才名人は死んだ。名人の意外がその日東京へ帰るため自動車で運ばれた。 急いで買った花束を、私は、名人のいる車の中の夫人に渡した。年齢は数え年。私と、大竹七段以外はほとんど実名で登場する。秀才名人の引退にあたり、東京日日新聞は、その引退後を企画し、リーグ戦で勝ち抜いた、北に実る七段が、対戦相手に選ばれた。時に、秀才65歳、北に29歳だった。 北にの旋番で1938年6月26日に芝公園の紅葉館で打ち始められ、途中8月中頃から11月中頃まで、周西名人の体調不良による長期入院を挟み、足掛け半年をかけて12月4日に伊藤市の団公園で打ち終えた。終わった時間は午後2時42分で、勝負は北にの五目勝ちであった。このが命取りとなり、 秀才名人はこれを最後の対局として、翌々年1940年1月18日に、六66歳で生涯を閉じた。東京日日新聞、大阪毎日新聞漁師に連載された、秀才名人の引退後感染期は、小説家の目で詳細に描かれた感染期という画期的なものだったが、川端康成自身が、私の精霊な小り性の一面が出ていると、 語っているように、川端も若い時から語に親しみ、分断の囲碁仲間内でも、打ち手として知られていた。作中に、明らかなように、私は対局の騎士の風貌、表情、動作、言葉はもちろん、対局の時間の天候、部屋の模様や床のいけ花に至るまで、丹念にノーして、感染期にも使い火、この作品でさらに書き加えた。 私の精霊な小理性の一面が、感染期にもこの、名人にも出ている。そうあり得たのは感染期当時の小月のせいばかりではなく、名人に対する私の計算のおかげである。川端康成、後書き対局の約1年半後の1940年1月18日に、秀才名人は、熱海の鱗屋旅館で亡くなったが、川端は、その前日の1月17日の、 公葉祭のために、熱海に滞在しており、終祭名人の死の二日前にあって、最後の将棋の相手をしていた。そして、名人の死に駆けつけて、死に顔の写真も撮ったという縁があった。川端は、名人の死をきっかけにして、小説、名人の執筆に至った。この小説では、主人公の、私以外、ほぼ全員が実名で登場しているが、対局者の北にだけ、 大竹七段と名前を変えられている。理由について、川端は、ご制限期団、名人の後書きで、次のように述べている。名人は、題名が示す通りあるになった。相手の大竹七段は十である。作中、大竹七段と、日日新聞の囲碁記者だけはかなにした。大竹七段が、北に実る七段なのは、紛れもない。名人を本名として、 相手の北に七段は、かなとしたのも、対あってのことではないが、この小説が、作中の対局を必然に挙行して、迷惑を及ぼすららうとい不気持ちから、書き始めた時に、個人の名人は、本名のままにしたけれども、北に七段は金を用い、その後これにしたがつたまでである。川端康成、後が北ただし、大竹七段のモデルとなった北には、 小説的技巧により冷たい人物として描かれたことに対し憤慨していたという弟子たちの証言がある。北に実るの弟子に大竹秀夫がいるが、これは偶然である。このためある川端の研究者が、名人の対戦相手がまだ生存していると聞いて、大竹の元を訪れてきたというエピソードがある。大竹秀夫は、なぜ北にのかなを、大竹と下の家臣を訪ねるべく、 川端と食事会を設ける約束をしていたが、その直前に川端が自死したため、これは実現しなかった。なお、大竹秀雄は、北にの死去一ヶ月前に、タイトル制の名人の座についている。川端の作品としては、女性がほとんど出てこない点で地味な印象の作品だが、語という、性の世界の激しさと静けさを、強く張り切った、冷徹な筆で綴り、勝負の世界に生きて、 一芸に集して現実の多くを失った人のその純粋な人生の結末を的確に描いている。名人は東洋の芸に一途であった名人と名人にケイソンを抱く川端の同じ芸道に生きる者同士の危機、勇気が相通じてなった作で、その原は1953年に書かれたご制元記談などにも流れている。 川島イタルは川端が秀才名人を語る際に芸という言葉を多用していることに着目し、それは川端が自身と同様、名人の中に芸に苦悩する姿を見出し、文芸にすべてを投入して生きる自らの生命をも帰り見ていたに違いないとしている。そして川島は秀才名人の引退後感染中の川端は、名人のうちにこの世ならぬ真実で無垢な、 ボツガの境にある純粋な人間の姿を発見したのであると解説している。作品冒頭に置かれた秀才名人の死は川端氏にとって世に稀な一人の純粋な人間の姿が消滅したことを意味していた。現実の世にある純粋の形、それは純粋ゆえに脆弱で壊れやすい。川端氏を名人創造に借り立てた者は 芸道に努力精進する厳しい人間の姿ではなく、秀才名人が天性有する芸道への没我の純粋性なのである。世俗の一切の拘束を忘れ、自ら努力することなく自然に、ご一筋の道に没入できる名人の純粋さは、小説家としての川端氏の常に求めてやまぬ、ものであった。観念的な純粋の世界は、 現実の世界に引き下ろせば、氷海し無算しなければならない。文字によって創造された、川端氏の関連的な非現実の世界も、同様の運命を辿る。それは、川端氏の最もよく知るところであろう。その氏は、現実の生身を有しながら、純粋の関連の世界に遊ぶ名人を発見した、驚きは大きかった。川島いたる。 川端や成の世界第六小現実からの秘書、雪国と名人、今村淳子は、名人には、名人の死に顔に対する一芸に集して、現実の多くを失った人の悲劇の果ての顔という考えがモチーフとなっていると解説し、長年をかけて創作された、名人へのエネルギーを生み出したものは、川端文学のテーマの一つである、魔界の主題とも無関係ではないとしている。 また、名人が戦争、敗戦という社会情勢や背景の中で執筆、改変、完結していった経緯から、そこに主題の根底があることが小林一郎により指摘されている。今村は川端が秀才名人の敗北を一つの時代の終焉としてはっきり描き、さらに意識の底で日本の敗戦と強く関わらせて捉えているとし、 現代の合理主義を代表する人物である王岳七段に、古の人である、秀才名人が、あえて現代的な対局法で勝負に臨み、名誉や命をかけて、生涯の最後を飾ろうとした姿や戦いぶりを、一つの決闘が滅びようとする最後の月光のごとき、花、残色の炎のように、滅びようとする地が今はの果てに燃え上がった姿として、川端が捉え、 確信していたと解説している。しかしながら、合理主義の新しい戦法の、卑怯で狼烈、自るい手に負けても、一筋の乱れもなく戦った、名人には、敗着そのものへ、こだわりは薄く、勝負には負けても、芸術として、鬼面を作ろうとしたその姿勢に、精神の高雅さを見る川端の、名人の描き方は、決して非観論に終わっていないと、今村は考察し、 真に芸に生きた人の勇士である名人の生涯、最後の勝負後における薪や戦いぶりは、新しい合理主義が日本に持ち込まれても、日本の古い伝統の中に潜む美は微動だにしない、という教示につながっていると解説している。そして、名人の敗着を、折からの日本の敗戦と重ね合わせ、名人の豪日本の古い伝統芸術の象徴とした川端は、その名人の生き方に、 戦後の日本人のあり方の一つの理想像を示して描いていると論考し、またその名人の自己陶器の純粋性は川端文学のモチーフでもある魔界にも通じ、それを川端は美の勝利として捉えていると今村は述べている。羽鳥哲也は東洋に古くから伝わる芸道としての語が近代合理主義戦法に敗れる姿に川端が 秀才名人への晩歌、古い日本への晩歌として捉えようとしたと解説し、山本健吉も、もう、秀才名人のような古風な芸道の人として、対局に臨む人は亡くなったと、囲碁でも、将棋でも、スポーツと同じように、単に選手権を争う試合と化した時勢に触れつつ、合理の世界と非合理の世界の関係から生じる、いにしえの世界の崩壊であったと解説している。 また山本は、川端が名人と大竹七段の生活態度や性格を対比的に描きながらも、五番の世界は、そういったものから離れた、ダークロとシロトによってだけ構成される抽象的な世界であることを表しているとし、その上で、なおかつそこに、人が異常された人生の象徴を読み取ったと考察している。1984年のフランススイス合作映画、 ラデオグノーラ・ジュフーは、この小説をベースにしたとクレジットされており、以後はチェスに置き換えられ、ソ連の世界チャンピオンと、若きアメリカ人選手が対局する、国家間のサスペンス的な作品となっている。ありがとうございます。